8日に行われるチャンピオンズリーグ CL グループステージ最終節のバルセロナ対ユベントスでは、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが約2年半ぶりに対戦することが見まれる。CL での対戦に限れば、実に9年半ぶりだ。今、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、シーロナウド、レアルマドリードに在籍していた2018年まで近年のサッカー界をリードしてきた存在で、ルリョーユーは、エルクラシコで、毎年のように国、タイトルを争っていた。だが準々決勝以降に勝ち、進まなければ同じ国のクラブ同士が対戦し、ECL では、メッシとシーロナウドの在籍期間中に、ルサとマドリーが対戦したことは一度しか、欧州の大舞台でのクラシコが実現したの、2010-11シーズンの準決勝。ラリーガでの対戦とコ・デル・レイ、スペイン国王杯決勝も合わせ、2週間余りで4試合のクラシコが立て続けに、まれるという異例の日程となった。マドリー、ホームで行われたファーストレグで主役となったのは、76分に、右サイドからのクロスに合わせて、聖点を挙げると、87分には、単独突破でマドリー、ソナエ陣の中央を切り裂く、見事なドリブルから加点を流し込んだ。ホームでのセカンドレグをドロー終えたバルセロナは決勝へ進み、マンチェス、ユナイテッドを破って、欧州の頂点に立った。今回の対戦でも歴史に残るスーパーゴーは、生まれるだろうか。次ページ、動画、メッシ2発、バルサが、CL クラシコに勝利。単独突破からの2点は圧巻。